日本到着の国際線の新規予約停止を要請、はい、12月末までと、うん、国交省がこんなことを求めてるんですね、はい、政府は新型コロナの新たな変異ウイルスオミクロン株の感染が広がりを見せていることから外国人の新規入国を原則停止したほか1日あたりの入国者数の上限を3500人程度に引き下げるなど水際対策を強化しています。国土交通省はさらに対策を徹底するとして航空各社に対し12月末までの1ヶ月間日本に到着するすべての国際線の新たな予約を停止するよう要請しました。日本を出発する便はこれまで通り予約できますが要請を受け全日空と日本航空は1日から到着便の予約の受付を取りやめる対応を取っていますと、うん、で今予約されているものは、うんまあ、キャンセルされることはないということなんですけど、まあ、新規予約の停止要請の対象には海外にいる日本人も含まれているということなので、うん、これ年末帰ってこれないというそうそうそう、うん、ことになるんですね。僕はまあ一旦止めたら、まあうん、まあ分かるっちゃ分かるけれども、はい、今度大したことないって分かった時に、うん、どういう基準で解除するか。前も緊急事態宣言出した時に、うん、解除する量を言わずに、うん、延々緊急事態やったじゃない、うん、で今回も例えば止めたりしたけど、うん、感染力はすごいけど重症化しないと、うん、そしたらもうめちゃくちゃうつるじゃない、うん、みんなもう何のあれもないわけだから症状も無症状でなった時に緊急事態宣言出すのかなとか、うん、その国境止めたまんまにするのかなとかこういうのをちょっともうちょっと今までのパターンだとずるずるやっちゃうんじゃないかなって思って、そうですね、いやただこれ今のところ、うん、今のところですけど、うん、今のところ結構受け入れられてるのかなっていう、うんのがあって、そうです、まあ、ヤフーのコメントとか見てたんですけど、はいはい、これなんか岸田よくやったみたいなそうなんですよのが結構書かれてたので、そうなんですよ、でだからもうすでに、うん、そのオミクロン株って日本でも確認されてるわけですよ、ね、はいはいはい、で濃厚接触者が、うん、じゃあなんか数百人とかいると言われてますけれども、うん、もう今入ってきてる段階で、うん、止めても、まあ、遅らせることはできるかもしれないけど、はい、ちょっともう難しいんじゃないかなと、絶対に広がるわけですよ、うん、だって国境止めたとしても、うん、結局いずれはちょっと人入ってきたりとかするし、うん、あとそのなんだっけ欧米でも言われてたやつは、うん、向かいの部屋の人に移っちゃったってやつ、うん、だから空調を通してだと思うんだけどエアロゾルで簡単に移っちゃったっていうのがあるわけですから、うん、それは香港で確認されてるんですけど、はい、うん、まあ、確認というか、はい、その可能性があるという話なんですけど、どうですね、まあ、これ検疫用ホテルに、うん、滞在していた2人の感染が確認されたと、うん、はい、で南アフリカに滞在歴のある、うん、渡航歴のある無症状の1人がマスクを着用せずにドアを開け、はい、向かいの部屋にいたもう1人に感染させた可能性があると、はい、これもう防ぎようがないですよ。エアロゾルで行くっていうのが分かってるんで、これマスクしようがしないが、まだ分かんないんですよ。そう、感染したか分かんないんですよ、はい、これは分かんないけれども、はい、だからなんか僕は経済とコロナだったら、うん、経済を回すべきだと思っているので、もうね、うん、もはやワクチンも打ってるし、で今回の重症化しないんじゃないかって言われてるんで、うん、で止めることはもう無理だろうというのもあるんで経済回すって、まあ、アメリカとかイギリスとかも止めたりしながら経済自体は絶対回すってやってるわけですよ、うん、だから日本ねこれなんか縮み思考でやめようとしてコロナ封じ込めとかゼロコロナに行ってほしくないなっていうのは僕はすごく思ってるんですけど、まあ、ただやっぱり日本人ってそういう思考なんですよね、はい、だから今のこういうちょっとある程度こう鎖国的な、はい、もう完全に、はい、まあ、完全にではないけれども、はい、ある程度防ぎますっていうのを称賛するような体制になっちゃうと、はい、多分これから年末にかけてもう忘年会とかもどんどん中止になって、うん、そうですね、よりこうまた、はい、なんていうかな、緊急事態宣言出てないかもしれないけど、はい、ちょっと縮小傾向にいって、うん、結局そのこの3ヶ月間の GDP も全然伸びずにマイナスで終わるんじゃないかなと、はい、もう悲惨な状況になるんじゃないかなと。そうでテレビとかやっぱ医者に喋らしてるんで、うん、よく止めたとかやっぱ医者は言ってるわけですよ。いやいやビジネスマンとかにしてみたら、うん、やっとビジネスができるような形にね、10日間のあれが3日になって、うん、これここからゼロにしなきゃいけないって時にもうビシッと止められちゃったらもうこれもう大変だなっていうのもあるし、うん、
で一回閉めちゃうと今度開くのがすごい時間かかったりするんで、そういうのがね僕は嫌だな。即断即決って無理ですからね、はい、うん、やっぱりその国のそういう、まあ、命令系統というか、うん、今日からすぐとか、はい、今日決断して今日からすぐとか、うん、なかなか難しい話なので、はい、まあ、そのやっぱり出入りに関しても時間かかっちゃうし、はい、うん、となると、まあ、日本の経済復興っていうのはまだまだ時間かかるし、はい、そうですね、うん、やっぱある程度こう外とのやり取りっていうのは必要ですよね。 いかにその内需で回していくっていうのが大事だとしても、うん、はい、やっぱりこの外との交流っていうのは多少必要になってくるので、だって石油とかいろんなものが、うん、小麦とかね、うん、全部上がってるわけで、新規の買い付けとか、うん、新しい契約を持ってきていくらかでも安く入れるとか、うん、そういうのをやらなきゃいけない時にこれで今止まってたら、うん、まあ、海外からのビジネスマンは来たくはないし、うん、って思ってるし、まあ、隔離されますからね。隔離も長いじゃない、今度また長くなってきてるから、うん、だからもうこれじゃあちょっとどうにも日本ってあのなんか経済に対して責任持とうって人がいなさすぎ。まあ、安全第一ですからね日本人はその経済っていうか、多分そこまでの意識に至ってない人が多いのかなっていうか、うん、だからその今普通に働いてる人は、はい、まあ、別に自分の給料大して変わんねえだろうみたいな感覚で、うん、なんかね、それでいいのかなと僕は思いますけどね、うん、ただ長期的に考える、家建てて借金してる人もいるだろうし、うん、会社経営してね、すごい借金してる人もいるだろうし、うん、そういう人たちからしてみたら、うん、早く経済回したいなっていうところから始まると思うんだけども、あとはやっぱ同調圧力ですよね。はい、まあ、そうですね、今もう社会がこういう雰囲気で、うん、お岸田いいぞ鎖国だみたいな感じになってると、うん、はい、なんか言いにくい雰囲気が出てくるので、うん、まあね、うん、アメリカはあのほら、もうこのブラックフライデーから、うん、クリスマス商戦までの1ヶ月で、はい、年間の半分ぐらいの売り上げ出すわけだから絶対ここで、まあ、国境止めてでも中は、うん、止めることはできないと。だからあのデパート閉めるとか、うん、そういうのはもういくら人死のうと、うん、もう今年は回すぞっていう感じでやってるわけですよ。ただやっぱアメリカも商品がないって言いますからね、はい、そうなんですよ。そのやっぱ物流も多少滞って、だからクリスマスセールで売るものがねえみたいな、新規の商売とか契約が止まってる以上、うん、洗濯機とか売れないっていう、まあ、洗濯機が半導体なくてダメとか、はい、うん、全然そんなのあって、うん、洗濯機買うのに半年待ちとか、いやもう車も1年待ちとかじゃないですか、はい、そう車種によりますけど、そんな感じになっちゃってるんですよね、うん、だから本当これちゃんと回し新しい契約とか、うん、いろんなビジネス新規のビジネスをやっていかないと世界がやっぱちょっとおかしいな感じになっていくと思うんですよね。そうですね、はい、でこういう状況が続く中、はい、またアメリカでも中間選挙とかになっていくので、そうです、まあ、今バイデン政権もやばい、ね、支持率が大変芳しくないの で、はい、そうですね、危ないんじゃないかなと、うんうん、いうふうになってきますしね、はい、でアメリカがちょっとこうよろけてくると、うん、日本の安全保障にも響いてくるの で、 そうなんです、なるべくしっかりしていただきたいなと、はい、まあ、どの政権だろうと思う、そうとは思うんですけど、はい、ちょっとなんか日本もこの岸田政権で、うん、はい、大丈夫かなと、うんうん、いう感じでありますよね。いや、そうだから経済止めると日本の場合は特に、円安にも今なってるんで、うん、本当いろんなものが上がっちゃってね、うん、所得が上がってない上に物価高っていうのはね、まあ、最悪のパターンですからね。でこの状況が続くとさらにそうなり、ま、はい、なりかねませんもんね、はい、さらなる円安、そう、さらなる物価高っていう、そうだから僕はそれすごい心配してるんだけど、うん、結構みんななんか岸田よくやったって言ってる人は無責任だなと思うよね。あ、うん、あ、いや、それよりもやっぱりその蔓延するのが怖いっていうのがだってもう風じゃねえのってまあ思いますけどね、まあ、詳しいことは分かんないですけど、いや、ただ、はい、それあんまり日本人の行動として反映されてないんじゃないかなっていう気もするんですよね、うん、だって今日も別に普通に街に人いっぱいいましたし、うん、はいはいはい、どこまで影響あんのかなと、うん、はい、うん、だから家にいるご老人がそういうことを結構言ってるのかなと、うん、ネットとかでも確かにね、確かに、自分には影響ないみたいな感じで、もう年金生活だしとか、そうですね、うん、逃げ切り世代ですね、うん、はい、今もうご老人も結構スマホ持って、うん、はい、なんかネットで暴れ回ってるので、はい、ちょっとやめてほしいなと思いますいや本当あの若い人は絶対経済回せっていう考え方でいないと、うん、この国の遅れがさらに広がっていくと、うん、本当まずいことになりますよ、うん、本当に。あ、でも多分ね、世界は一流国と二流国がなくて三流国のに分かれると思うんだよね、うん、一流国と三流国っていう、二流国でいることも日本は難しくなってきてると思うよ、うん、こんな形でやってると。で、あの今回の、はい、まあ、
予約の停止について、うん、海外での日本人の保護や危機管理などに詳しい立教大学社会学部の、長有、教授は、日本人も含めて帰国者すべてが対象になるのは今までに例がないと思われとても驚いた、はい、日本人の保護の観点から強すぎる措置だと思うと話していました、はい、その上で今まで日本人の入国に際してしっかりと隔離する措置を取ってきたのでこれからも隔離を続けるならなぜ新たな予約ができなくなるのか理解に苦しむ、もちろんオミクロン株の排除は非常に重要な課題だが邦人保護というのも日本政府として絶対にすべきことだ日本人の保護をしながらオミクロン株に対処する方法もあるのではないかと指摘しましたと、はいまあ、日本もみんなワクチン打ってますからね、はいうん、だからそういう状況でなんかどこまでやるべきなのかなって考えると、はい、ちょっと過剰な、うん、そうです、うん、もう絶対過剰だと僕は思ってますけどね、うんまあ、今現在の情報ではねいやそして、はい、あとやっぱり日本って海外に住んでる日本人に厳しいなって思うんですよね、うん、そう海外で、まあ、駐在してたりとか、はいはい、いろんな方いるわけじゃないですか、ね、でそういう方が結構そのやっぱ日本と海外のパイプとなって海外のそのものだったりとか、うんうんはいまあ、そのねいろいろこう仕入れたりだとかしてるのに、はい、そういう人に厳しくて、まあ、選挙もなかなかその投票できなかったりとか今回の岸田さんが急に解散決めてやったから、はい僕の友達で海外いるやついるんだけども、うん、投票用紙来たの2週間後ですよ。え選挙終わった。そう組閣も全部終わった。投票用紙が自分のところに来たのがそうでだいぶ遅いですね。僕に写真送ってきて、はい、今日来ましたっつってだからもう外務省にもう文句の長文書いて出してたんで、はい、じゃあそれさちょっと動画にしてやるなり、うんその月刊原田とかに出そうかって言ったら、うん、いやちょっとやめてくれと確実に自分だって分かっちゃうっつってこんなどこにいるのか長文のクレーム入れたの自分だって分かっちゃうって、はい、でもある意味それって、うんまあ、民主主義的な観点で言うとう、うんまあ、権利がないがしろにされてますよね。そうそう投票する権利が機民扱いだよね、うん、そういうその海外にいる日本人に告知も遅いし、うん、郵送するのも遅いしっていうことであればね、うん、そうですね、はい、いや本当海外にいる日本人を大事にするっていうのは、うん、ちょっともうちょっとちゃんとしないと、うん、やっぱ優秀だった人も日本に帰ってこないっていう形になっちゃうからね、うんはい、そうですね、まあ、まだこのオミクロン株に関しては実態がわからないと、うん、そうです、うん、どこまでの感染力で、はい、まあそのね、うん、どれほど死に至るのかというのもまだ分からない段階なので、はいまあ、過剰にその恐れすぎてもしょうがないと思うんですよ、うんはい、だから結局やることって大して変わらないんですよね、はい、一般国民的には、はいはいはい、だからまあなんか手洗ったりとか、うん、消毒するとか、はいまあ、可能な限りまあ公共の場ではマスクするとか、はいまあそうですね、まあワクチン打つとか、はいまあ、そういうことしかないのかなと思いますので、はいまあ、変にこのマスコミに煽られすぎずに、はいはい、過ごせばいいんじゃないかなと、ね、南アフリカはかわいそうですよね。正直にこういうのが出ましたよって情報を出して、はい、今のところ大したことないと思うけど、うん、一応うちから出ましたよっていうのをやっただけなのに、はい、南アフリカから来る人を全部止めるとかやられちゃってさ本当かわいそうだなと思うよ、ね、まあ、結構やっぱどこ経由してっていうのがいろいろありますからね、はいうん、そうそうそう、うん、やっぱもう世界つながってるので、はい、もうどうにもこうにもちょっとかわいそうだなと思って、うん、WHO なんかさ中国から、うん中国を止めちゃいけないとかやってたわけじゃん、うん、政治力があるから、はいうん、それと比べてあの時は中国を止めた方がまだ、はい、まだ良かったわけだけどさ南アフリカ程度ならいいだろうみたいなそうもうこれがある意味ちょっと世界の差別的な構想ですよね。そうかわいそうだなと思う情報を全部公開したのに、はい、習近平なんか公開してなくてそれでね中国を止めるべきじゃないっていうふうにやってたわけでね、うん、だからちょっとかわいそうだなと、ね、はい、はいネギ屋さん今年末調整で忙雑の最中ですと。ああ大変ですね経理のやってるんですね、僕は社員のデータ処理する側なのですがコロナの影響大きくそれが社員の年収に現れてる感じです。どうもそんな感じでしょうか。大変ですよね本当に大変。ボーナスが小さかったとかね、うんはい、あとまあ経理っていうか、まあ、いろんな手当がつかない人もいるんですよね、うん、営業に行けてないとかっていうのあって、うん、やっぱ収入がやっぱ残業も少なかったりとかして、うん、ほら家でやると残業がつかないじゃない、はい、そうですね。だからそれでまあ収入が減ると、うん、残業を計算して家のローン組んでた人もいるわけですよ。
まあそもそもそのやり方まずいと思いますけどね。それが人情ですよ。いやいや、それが人情ですよ。やっぱよりいい家建てたいなと思って、はい、ちょっとでほら車買っててもさ、はい、オプションでホイールも変えたいとか、うん、いろいろやっちゃうみたいな。いいナビつけようとか。いいナビつけようとかあるじゃない。それと同じで、やっぱ家建てるときにもうちょっといいようにしたいとかね。いや、その人情で破産するかもしれないですけど、ね。それで、あ、俺残業もあるからなと思って、はい、3万円ぐらい余分にしてたので、今ヒーヒー言ってるって人は、だから僕は経済中心にしなきゃいけないよって、早くね、うん、アメリカ型にして、早く経済回そうにしないと、コロナ、ゼロコロナ無理なんだからというふうに、まあ、思ってるんですけど、なかなか評判悪いんですよ、僕の言論って、うん、そう、和田さんの立ち位置って、はい、日本でいうと少数派だから、はい、あまり理解されないんですよね、なんかね、おそらく、はい、うん、僕はそういうその残業で頑張った分をローン組んでる人を僕は応援してるタイプなんです、はい、つい僕余分に買っちゃうタイプなんです。そこをちょっとこう拾っていく意味では重要かもしれないですけど、そう窓をね二重サッシにしたいとか、はいはい、もうそういう人がいるわけですよ。そうですね、はい、